手、こういう雰囲気。ん？どうしたの、エンジュ？あ、あんまりすごくて、私のふるさとでは見たことないようなごちそうです。遠慮しないでお食べ。はい、おいしそう。エンジュ、前菜は外側のフォークを使って食べるのだ。はい。これからも晩餐会は開かれる。早くマナーを覚えることだ。はい。大丈夫、あなたらしく美味しくいただけばそれでいいんですよ。ルバ様。どこへ行く、クラヴィス。晩餐の途中で退席など。食事はもういらぬ。気にしない気にしない。よくあることなんだよね。クラヴィス様、どこか孤独で不思議な方。聖獣の聖地もだいぶ変わってきたようだな。エンジュの努力が成果を上げてきたんですよ。ただし闇のサクリアが不足しているようだ。それが昨日も一昨日もクラヴィス様からサクリアがいただけなかったんです。クラヴィスが拒否を。あ、なんだかうまくお話できなくて。ああ、彼は少々気難しいところがありますからね。でも、もう一度やってみます。今日こそきっと。クラヴィス様、エンジュです。お留守かしら。いらしたんですか。すみません、勝手にドアを開けたりして。お願いに伺いました。聖獣の聖地もだいぶ緑が多くなってきたんですよ。あとは闇のサクリアが必要なんです。あの気が乗らぬ。はい、また来ます。何のこれしき、午後にまたチャレンジよ。まだ機嫌悪そう。私ったらなんでコソコソしてるのかしら。何も悪いことしてないのに。クラヴィス様、お願いです。聖獣の宇宙には今、闇のサクリアが必要なんです。私のこと、お嫌いなら構いません。でも、こうしている今も、聖獣の女王陛下は助けを待って。私はお前について何も知らぬ。お前が私を知らぬように。お前は、闇のサクリアを受け止められる器なのか？
丈夫ですか、エンジ。クラビス様の本が。ごめんなさい、私のせいで。この本をお貸しください。うまく乾かして、なんとか元の状態に。大切そうに読んでいらしたのに。クラビス様のお気持ちを考えたら、私、お願いです。お前に私の気持ちなどわからぬ。寒くないですか？私、なんてことを。そんなに自分を責めてはいけませんよ。文字が消えかかってる。上から書き足せば、なんとか修復できるかもしれませんよ。でも、なんて書いてあるのかしら。見たこともない文字。はあ、これは、メドキリア文字ですね。どうやら刺繍のようです。メドキリア文字？クラビスのふるさとで使われていた古い文字ですよ。彼は5歳の時まで母上と2人、古の都で暮らしていたんです。親子は旅の一座と共に町から町を渡っていたとか。二人は強い絆で結ばれていた。ところがある日、聖地からの使いが現れたんです。神朝の聖地で闇の守護聖の力が尽きたのです。代わりに新しい守護聖として幼いクラビスが選ばれたんですよ。守護聖様の力が尽きた。エンジュ、私たち守護聖は皆いつか力が衰える時が来るんです。そうなったら次の守護聖に交代しなければならないんですよ。守護聖に選ばれた者は拒むことはできません。家族、友達、それまでの暮らしのすべてを捨てて聖地に召されていくんです。聖地での務めはサクリアを司る力が失われる時まで続きます。その長さは守護聖によってまちまちなんですが、力が衰えると守護聖は元の世界に戻ることになるんですよ。ではその時また会えるんでしょ、クラビス様もお母様に。聖地での1年は人間界では数十年という長い時間なんです。クラビスが聖地を離れる頃、母上はとうにこの世を去っているでしょう。幼くして闇の力に目覚めていたクラビスは、その時もう二度と母親には会えぬと知ったと言います。懐かしいふるさとの文字で書かれた本なのに、私、取り返しのつかないことを。エンジュ。あれ、お散歩中に明かりが見えたんで来てみたら、こんな遅くまで何してるのかな。夜更かしはお肌の敵だよ。クラビス様の本を直しているんです。破れたページはローで補強して、消えかかった文字は特殊なインクで書き直すんです。ははーん、それってルバの入れ知恵だね。
このメドキリア文字の辞書もルバ様が貸してくださったんです。はぁ、なんてややこしい字。毎日写しているうちにだんだん読めるようになってきたんですよ。よくもまあエトワールの使命が大変なのに。エンジュがどんな少女かあなたにも分かってきたはずです。だからこそあの本を預けたままにしているのでしょう。お前は何が言いたいのだ。彼女はその私が思うに。ルバ様、あと一息なんですよ。このところ毎晩のように徹夜しているんじゃありませんか。大丈夫、もう夜も更けましたよ。よかったら送っていきましょうか。いくつか暗記しちゃったんですよ。ロマンチックな詩ばかりなんですもの。夜は恋を映す鏡、輝く月の湖で一人ため息をつく。なるほど。クラヴィス様ってそっけなくて孤独に見えるけれど、もしかしたら心の底は。クラヴィスはずっと孤独だったわけではないのですよ。心通わせた少女がいたのです。あれからどれだけ経ったのでしょう。恋でもしたか、ルバ。だとしてどうなる。運命は冷徹だ。あの月のように。クラヴィスはずっと孤独だったわけではないのですよ。心通わせた少女がいたのです。夜は恋を映す鏡、輝く月の湖で一人ため息をつく。気持ちいいですよ。ここまで登っていらっしゃいませんか。私が。大丈夫、誰も見ていませんから。どうぞ。私いつも思ってたんです、この花クラヴィス様のよう。夜のように深い紫色、周りに月を抱いたように模様が入ってるでしょ。ほら、心にしみるような優しい色。美しい。え、この花ですか。いや、
夜は恋を映す鏡、輝く月の湖、一人ため息をつく。さっきから何を考えているんですか？私にはお前が必要だ。生涯を共に過ごしたい。私は女王候補です。軽々しく愛を語ることはできません。わかっている。だが私は明日を返事します。この湖で。彼女はここへは来ない。神朝の宇宙の次期女王に選ばれ、それを受け入れた。それが彼女の意志だ。クラヴィス様、私命を懸けて宇宙を守ります。子供を全ての命に捧げていきます。輝く月の湖が見たくなってここへ。あんまり素敵な詩だったから、これで精一杯でした。許していただけるなんてとても思っていません。でもその本に毎日触れているうちに何か伝わってきたんです。どんなに辛いことがあっても悲しくても、人は夜眠りにつくと安らいで、朝目覚めた時は昨日とはどこか別の自分になっている。それは夜の闇が優しく包んでくれるから、悲しみを癒して忘れさせてくれるからなんですよね。だから目覚めた時また新しい一日を生きていける。生意気なことを言ってしまってごめんなさい。ありがとうございました。待て。お前は私にとって見知らぬ少女だった。だが今宵よりお前を知る努力を始めよう。安らぎの深き淵へ誘う闇の策りあよ、この両腕より満ちて溢れエトワールのもとへ。これが闇の策りあ、心の痛みや悲しみをすべて知って包み込んでくれるような、なんて優しい安らかなサクリア。クラヴィス様のお心そのもの。クラヴィス様、この安らぎを、深い癒しを聖獣の聖地へ届けるわ、きっと。
エンジュ、今日は休みなんだろ。せっかくだからさ、一日使命のことは忘れて俺とデートしないか。そして君は伝説になる。